大谷翔平、打者15冠を、MVP だけでは済まない打撃主要指標を総なめに、大谷翔平選手は、おととい試合直前に約2ヶ月ぶりとなる屋外でのフリー打撃に参加したとき、右脇腹を痛め急遽スタメンを外れ、昨日の試合でもスタメンを外れました。おととい、昨日と2試合連続で欠場しましたが、2試合連続での欠場は、2020年9月18日、19日以来、約3年ぶりのことでした。ただ、昨日の試合後に取材に応じたフィル・ネビン監督は、一平が私のところにやってきて、翔平はプレー従っていると伝えに来てくれたが、私は今日は彼がプレーするのに適していないと思い却下した。と、試合中に大谷翔平選手が代打での出場を志願していたことを明かし、彼は小さな炎症があるが、怪我というほどではない。彼は今日もプレー従っていたが、我々としてはあと1日必要だった。明日彼が球場入りする際、様子を見る。朝入ってきて、体調がいいと言ってきて、検査もすべてクリアしたら、私が決断することになると説明し、明日の試合での出場にも含みを持たせていました。そして迎えた今日、大谷翔平選手のコンディション確認があり、2時間もスタメン発表が遅れましたが、結果的に今日もスタメンを外れ、3試合連続での欠場となりました。私自身、今日は試合出場するものだと思っていましたし、がっかりした人も多いのではないでしょうか。もう伝える必要はないというコメントもありますが、記録として簡単にチームの現状をお伝えすると、今日の試合でもエンゼルスは敗戦し6連敗、今季 86.4% の試合を消化し64勝76敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外8位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り22試合全勝しても届かず、ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスの9年ぶりプレーオフ進出はデータ的にも完全についえました。ここ最近はもうチームの勝敗はどうでもよくて、大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多かったと思うので、大谷翔平選手の欠場により、そもそもメジャーリーグへの興味を失っている人も多いのではないでしょうか。アメリカでもそういった人が多いようで、大谷翔平選手の欠場により、エンゼルスのチケットが290円で投げ売り状態になっているようです。さて今回は、大谷翔平選手がリーグで打者15冠王に輝くということについて詳しく見ていこうと思います。まず、最新の大谷翔平選手の成績を確認しておきます。投手として10勝を挙げ、8月中旬には最優秀防御率賞とも言われるサイ・ヤング賞候補に名前が挙がり、大谷翔平選手最終登板となった8月25日時点での防御率上位3名の中での投手3冠の残りの2つの要素、勝利数、奪三振数と被打率、WHIP の数値を見てみると、勝利数、被打率、WHIP は大谷翔平投手が1位、奪三振数は1位とはわずか5個差の2位タイという成績に、世界中の野球ファンが衝撃を受けたわけですが、右肘靭帯損傷という残念なことになり、規定投球回160には届きませんでしたが、素晴らしい成績を残していました。打者としてア・リーグ MVP を取った2021年と、数々のメジャー新記録を残した2022年と、現時点の2023シーズンの打撃成績を比較してみるとこのようになり、全ての指標で自身最高のシーズンを送っていることがわかります。そして今季打撃成績を詳しく見てみると、どの指標を出したかですが、メジャー公式サイトの打者の項目で表示されている指標をピックアップしました。三塁打数、長打率、オプス、XBH、塁打数、敬遠数、ISO、AB パー HR がメジャー行き、本塁打数、出塁率、四球数、BB パーセントリーグ行き、得点はリーグ2位、打点はリーグ3位、打率はリーグ4位、と、打撃主要指標すべてがメジャートップ3に入るという衝撃の成績を残しており、今季大谷翔平選手がこの後復帰したと仮定して、獲得ができそうなもので言えば、リーグで現在1位の指標に、得点、リーグ2位、打点、リーグ3位を加えると、リーグ打者15冠が見えているのです。続いて、今季大谷翔平選手が達成しそうな記録について紹介します。今季獲得の可能性が高いタイトル1、MVP、MVP 選考で最も重視されると言われる、総合的な貢献度を表す指標 O は、MLB 両リーグで2位に 1.2 の差をつけて1位、ア・リーグでは2位に 3.4 の大差をつけて1位、打者に限ってみるとア・リーグでは2位に 1.0 の差をつけて1位となっています。現時点で1の差がついているので、よほどのことがなければ逆転されることはないとは思いますが、もし打者としての王が抜かれたとしても、大谷翔平選手の投手として10勝を挙げたという結果もあるので、満票とはならずとも MVP は固いと言えるでしょう。今季獲得の可能性が高いタイトルに
ホームラン王、残り22試合で2021年に記録した自己最多の46本にあと2本に迫る44本放っており、年間 50.1 発ペースとしています。メジャー全体で2位、ア・リーグで言えば9本差をつけア・リーグホームラン王を独走中です。ここ最近ホームランは出ていないものの、ホームラン王を争っている2位の選手のペースも止まっているため差は変わっていません。仮に大谷翔平選手が残り試合1本もホームランを打たなかったとしても、残り約20試合で9本の差がついていることを考えると、ア・リーグホームラン王のタイトル獲得は固いと言えます。今季獲得の可能性が高いタイトル3、本塁打王&三塁打王同時受賞。現在本塁打&三塁打ともにリーグ1位。懸念点としては三塁打数で現在1位タイで並んでいるボビー・ウィット・ジュニア選手の存在です。なかなか三塁打は出ないので、残り試合を考えると先に1本リードしておきたいところではあります。なお達成すれば45年ぶり過去100年に限ると4人目の快挙となります。続いて大谷翔平選手が今季獲得は難しいものの可能性があったタイトルを見ていきます。今季獲得は難しいものの可能性があったタイトル1、打者三冠王、首位打者、ホームラン王、打点王、ア・リーグホームラントップ3はこのようになっており、首位はほぼ間違いなし。ア・リーグ打点トップ3はこのようになっており、首位を狙える位置。ただ三冠王となるための残りの首位打者については先日規定打席をクリアしたテキサスレンジャーズの氷シーガー選手が単独トップに躍り出ました。さすがに三分五厘差をひっくり返すのは難しいため、今季首位打者はコーリーシーガー選手と見るのが現実的と言えるでしょう。今季獲得は難しいものの可能性があったタイトルに、トリプルスリー、3割、30本塁打、30盗塁、本塁打数はクリア、打率はここ数ヶ月3割超えで安定、盗塁は残り22試合で10盗塁が必要という状況です。盗塁については2盗3盗と立て続けに決めることもありますし、不可能とまでは言えませんが、現実的に考えると難しいと言わざるを得ないでしょう。そもそも本人も目指している記録ではないと思いますし、怪我のリスクを考えるとというのはありますが、今季獲得は難しいものの可能性があったタイトル3、シーズン400塁打、シーズン300を超えるとその年を代表する強打者とされる塁打は現在325、376塁打ペースで、残り22試合で75塁打、つまり1試合 3.4 塁打ペースが必要となり、過去最高の打撃成績を残している今季ですら1試合 2.33 塁打ペースであることを考えると、現実的に考えると難しいと言わざるを得ないでしょう。なおシーズン400塁打は2001年を最後に22年間達成されていない快挙です。いずれにせよ大谷翔平選手、2023年は WBC から始まり、シーズンでは一時はサイヤング賞最有力にもなり10勝を挙げながら、 MVP、 ホームラン王は固く、打点王の可能性もあるという素晴らしい成績を残しています。本当に夢を見なさせてもらいました。今季あと何試合出場するのか分かりませんが、一試合一試合大事に応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。